拝啓、突然のお手紙失礼します。毎朝通学路で見かけるあなたのことがずっと気になっていました。いつも背負っている大きなカバンは部活の道具ですか？お怪我が絶えないところを見ると運動部なのでしょうか？僕はあなたのことがもっと知りたいのです。よかったらお友達になっていただけませんか？そしてできればそれ以上の関係に。あっ、しまった。すみません、待ってください。あ、もう突然すみません。実はあのこれを受け取ってください。今日はここを通さない。ノーさんとおっしゃるんですか？お前に学園の栄誉、解禁書は渡さん。それを受けるのは我らが生徒会長、スメラギ様ただ一人で十分。ちょっと待って、か弱い女性になんてことするんですか？嬉しい。え？みんな朝から集まってくれたんだ。切れる人がいっぱい。はい。朝の切り合いって気持ちいいよね。爽やかでね、最高だよね。ゴリ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 、朝ギャル好き。かかれ。みんな来て切ってやるよ。もっと切る、どんどん切る。これだけ集まっても装備着を止められんとは、まったく不甲斐ない奴らめ。ねえ、あいつらに任せておけん。ノーさん、お怪我はありませんか？ソブキ、俺が相手をしている。いざ勝負。サビだらっけ。ノーさん、僕に任せてもう下がっていってください。ノーさん、着替えて切りやすくなったから、さあ切り合いましょう。楽しくなってきちゃった。サビだらっけ。ノリギリギリに切ってあげる。これを食らえ。くさ、つきやれ。ノーさん、危ない。邪魔だ。俺の汗の結晶、思い知ったか。いいわ、メガネ外すと疲れるの。でも本気出してあげる。すぐにノーを取り押さえなさい。これは卵。ノーさん、お取り込み中すみません。でもこれを渡さないと帰れません。その目でこの手紙読んでください。受け取ってください。ああ、加賀、クスノキ、シノノメ、ソウビキ。はい。なんだ、ソウビキ以外全員遅刻か。ノーさーん。